はい、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。第2回、もう2回目ですか。2回ですね。早いですね。医師の今日、今日もテンションマックスでやります。イエーイ。頭おかしいよね。何時だって言う。今日ね、頭おかしい話しかありません。いやいや、テンション高くね。これだって、これそういうことですもん。もう今日はね、医者が話していいのかっていう話ですよね。確かにね、Pが入る。Pかもしれないですね。はい、じゃあ第2回、医師の教養、今回のテーマはですね、持ってきました、はい、死ぬこと以外かすり傷。いやもう、衝撃的な井上康介、医療全く関係なし、ゴリゴリの自己啓発本でいいですか。じゃあそうですね、もうビジネス、ね、ビジネス自己啓発ですね、ぶっ飛びましたね。いや来ましたよこれ。これ今回はですね、矢吹先生の方から、そうですね、これどうですか、これどうでしょうみたいな話でしたけど、何があったこれ。なんかね、ツイッターかなんかで、ね、ツイッターかなんかで流れて、今日はね、このテンションで行かないと、うん、この人は失礼じゃないかっていう感じで出てます。この人ね、バカです。すごい、頭おかしいと思う。バカです。クソッタレです。ただね、憧れたいクソッタレです。いやそうだね、すごいよね。ですよね。なんかもう、まあ、ある意味キラキラしちゃったよね。ですね。いやすごいですよ、本当に。僕何にも知らないまま、うん、あれなんですよ、これ編集者なんですね。編集者、ホリエモンの多動力、多動力ね、加藤多動力ね、読んでたんです僕も。あ、先にね。で、あの文章すげえなと思って読んでたら、うんうん、あの本ってほとんど俺書いてないって、あのホリエモン言ってるんですよね。そうそうそう。で、この人だったんだみたいな、書いてたのはまさに ねと思いました、ね。いやもうついに編集者が前に来る時代が、編集者がどこにいるんだっていう立ち位置がね、すごいです。これでね、ちょっとね、これ前もって、ちょっとこの内容の前にちょっといろいろ話したいなって、今、諦めて、はい、もう諦めたこと全部しゃべりますけど、普段ね、僕らだってね、ちょいちょい書くじゃないですか、書くでしょう、文章、文章ね、文章で、雑誌だったり、本とかだったりとか書くじゃないですか、でもね、こういう世界があるんだと僕ね、すごく思ってですね、これ読んだ後ですね、すっごく編集者の人に失礼になりました。なるほど、そうね、もうね、前もって言っとこう、言いたいことはもう今日言っとこう、全部あのいろいろ書いてきましたけどね。ほとんどの、まあ、少なくとも医学出版系の本で、内容に関してツッコミの入った出版社は出会ったことないし、僕が言われたのは締め切り何月何日までです、もうそろそろ迫ってます、過ぎました、これですよ。過ぎましたって言われて、過ぎましたって言われて、これなんですよ、これなんですよ。でね、この人はね、違う、もうこれを書いてほしいっていうね、っていう感覚で多分やってるんですよね。なので、あのその人の色がやっぱ本に出るんですよね。だからね、でも逆に言うとね、こういう編集者の人と仕事したい、したら確かにね、面白いだろうなってやっぱ思っちゃうよね。すごいね。どう？いやでもそうっすよ、やっぱりね、編集者ってこういう仕事なんで、まあちょっと知ってる人もいるから失礼かもしれないけど、でもそうは思いましたね。これが編集者かと。なんかね、革命的でしたよね。なんか、まあ、いわゆる編集者ってあの、うん、サザエさんの、はい、あの感覚でしょ、伊佐坂先生みたいな、伊佐坂先生のところにやってきて原稿を伺う人、でもさ、でまだできてませんって帰るみたいなね。あれも良くない、正座して隣で迫ってる感じ感じ、あれもね、確かに ね。で僕らメールで冷たい文章しか受けないから、もうちょっとめちゃくちゃに言ってるけど、練習したとコラボしたもうね、一緒に苦しみたいんですよ。そうね、まあ、苦しむっていうか、ね、一緒にはしゃぎたい、でやってて楽しいなっていう文章を書きたい。確かに、ね、すごくやっぱり、僕この本読んで、だからもう、ね、なんか一緒に作ってる感はすごい強いですね、これね。そうですね、はい、じゃあそろそろちょっと、あ、そうね、本の内容をちょっとだけちょっと、ね、ご紹介しましょうか。この皆さんね、まずね、若い、若いね、年めっちゃ若い、若い、僕一回りぐらい若い、もうね、ま、負けねー、負けたー、はい、若いです、もうね、すごいんだよね、若いです。で、幻冬舎っていうですね、出版社の編集者っていう、肩書きのまま、別のニュースピックスっていう編集の仕事に携わってらっしゃってて、
それこそホリエモンさんだったりとか、うん、あのショールームの前田さんとかですね、あと落合陽一さん、あ、落合陽一さんとかもですね、今はもう輝く若手、うん、若手俳優じゃないな、若手キラキラ人、そうですね、キラキラ人、若手キラキラ人と、まあ、意識高い系なんですね、そうですね、本を作ってるっていう方なんですけども、ついに裏方だった人がですね、いや、出てきたね、どういう本で書いていけばいいのかみたいですね、このページめくってみますか、これルールが変わる、無知こそ武器だ、考える前に飛べ意味わかんないですよ ね、 本当にね、この意味わかんないところから入るのはですね、やっぱ素晴らしいですね、でもね、面白いなと思って、一番最初にヨーロッパ旅行に行った話が出てたで、あの時になんか最初からぶっ飛んだ人なのかなと思ったんだけど、うんうん、意外とそのヨーロッパ旅行は普通に終わったってあるんじゃないですか、で、だけどパスポートなくしたんだよね、そう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 、ちょっとおかしいけど、そうそうそう、れパスポートなくなってから本当の旅だったっていう、その時代がね、そうだよね、だから別にみんなが最初からこうじゃないけど、うんうん、そこでやっぱり違うというかね、うんうん、変わっていくっていうのがあるんだなと思って、うん、みたいな、すごいね、すごい、もうパワーですよ、パワー、ちょっと言葉失うね、これもうこれもうこの年の顔見てるだけでね、あ、だって失う、これを表紙にね、これだってこれ多分なんか焼酎かなんかわかんないけど飲んでるでしょ、サワーかなんか、ねえ、これおしゃれかっていう感じですよね、ねえ、ちょっとこのヒゲも大丈夫これでっていうぐらいですよね、ぜひね、あのちょっといきなり終わりそうな話になっちゃうんですけど、この箕輪浩介さんってこの動画一回止めていただいてね、あのそのまま YouTube とかでですね、ちょっと出してもらうとですね、ぶっ飛んだトークが出てますので ね、 ね、あのぜひそちらを見ていただけるといいのかなと思います。思います。じゃあまあ内容そんな感じです。内容があったとあんま内容が分かんなくなってきますけど、ストーリーじゃないので、そういうまあ本当に、今頑張りたい若手に向けたメッセージですね。まあ、ただこれは本当に編集者ですけれども、うん、まあいわゆる僕らおじさんですけど、にも響きます。そうです、ね、うん。なんかこうどこの分野であってもまあ大事な共通点みたいなものは確かにここの中からある、うん。ありますよね。じゃあね、ここから引っこ抜いてですね、まあもうこれ通称ミノワマンって言われてますけどもミノワマンね、どこかヒラシマンになってですねやむきマンになってですね、ちょっとやってみましょうか、じゃあちょっとやってみましょうか、僕ね、実はね、結構ね、言うて、うん、こういう自己啓発本って、うんうん、結構読んでるんですけど、いろいろ読むきっかけになったのはね、うん、若手を指導する立場に、もうちょっと自分はまだ若手な気持ちですけど、下を指導しなきゃいけない立場になった時に、どういう言葉が、下に受けるかとかですね、うんうん、どういうこう、伝わるかみたいな。まあ、はっきり言うと、まあ、僕も多分、先生も、そうだと思うんですけど、まあ、浮いちゃってる側の人間なんですよね。僕も言われましたよ、一回。言われた。浮いちゃってますよ。先生みたいにはなれないって、こう、下の方に言われたときに、ことは失うってこういうことだみたいな。そういう人ばっかり周りにいるんですよ。先生みたいに全部ポジティブに考えられないって言われたときに、いや、そっかーと思いながらですね、でも伝えていきたい、でも熱狂ですね、ちょっとあるんだよね。うまそうだよね。うん、ね、皆さん、あのさ、これまあまさにね、医学界の身の前、まあ、目指そうって人ですから、いや、そうですよ、もう本当にお手本ですよね、うん、でもうちの身近になんかすごい人いますけどね、いますね、います、もう似たようなんじゃないかみたいな、そう、います、います、そうね、ちょっと待って、ちょっと待って、出ない、あれあれ、うん、でもすごいわこれ、ね、ちょっとあの喋ってもらっていいですか、確かこれもうあのね、髪とかね、寝癖っぽいですから、これシャツもすごいな。これで。あ、でもちなみにこの言葉って実は箕輪さんのオリジナルじゃないんですよね。はい、知ってました？え、どういうことですか？なんか山崎匠さんっていうビジネスマンの人が、え、そうですか？なんか怖がらなくてもいい、死ぬこと以外はかすり傷だって言ったのが、そうなんだ。最初らしいですね。あ、そうなんだ。はい。まあでもいいんですけどね、もちろんね。あとはね、類似語。類似語？明石家さんま。生きてるだけで丸儲け。あー、多分それにつながるんじゃないかなと個人的には、はいはいはい、まあなんかね、やっぱりそういう人たちはね、共通項があるよね、はい、結構まっさら自分ね、あのこの本っぽくないところを出してきてるけどね、言いましょうか、はい、言います、じゃあお願いします、はい、はい、じゃあ、はい、これイノベーションの最前線には、うん、風呂敷を広げる人と風呂敷を畳む人がいる、
これですよ、これ。これはね。これね。これは、ちょっと解説いいですか？解説いいですか？わかりづらいですね。やっぱりね、こう、まあ、ミノワマンはまさにこの風呂敷を広げる人なんです。で、広げる人はね、とにかく広げる。もうこれやるぞって言って、畳むことを最初から考えるような人は、広げられないんですよ。で、だけど、きっとね、どこかでその広げてるのを見て、これ楽しいな、この広げ方めっちゃ面白いなって人のところに、畳む人も来てくれる。ね、だからきっとイノベーションを起こしていくときに、そのやっぱり風呂敷を広げる人がわーって広げたときに、そこに、集まっていて、それがイノベーションになっていってね。そこはね、本当に大事だなと思って、夢を語る。ね、なんだかこう先を考えちゃうから、これできないかなとか、そういうこと考えちゃうと、どうしてもこうちょっと弱気になるんだけど、それ考えない。あの、畳む人っていうのは、それを無理やりこう否定しようとしてる人じゃない、じゃない、じゃない。だから多分それを、例えばこう実現に持っていくとか、整えていくっていうか。そうだ、もう、働くって行くぞーって言ってる人はいるけど、それをやっぱどう整えていくかみたいな話はあるじゃないですか。でもそれは、本当にその広げた人が、まあ、いわゆるあの、ワンピースのルフィみたいな。はいはい。もう、やるぞーみたいな人がいて、そいつは何も考えてないかもしれないけど、まあ、ゾロとサンジみたいな。そうそうそう。で、それぞれが、冷静に。そう、いい味を出して、やっぱりそのチームができていく。はいはい。チームの作り方ってでもこうだろ。ああ、そうですね。広げる人がいないと、そう、そうなんです。で、やっぱね、広げる人はとっても大事。だけど、なんかね、なんとなく自分全部やろうとしちゃったりするときもね、あったりするから。そこ難しいよ、でも。あ、自分。いやいや、自分もね、うわーって広げたときに、あれ一人だっていうときがある。だからでも、広げる人でしょ。みたいな。僕はどっちかと広げる人でいたいなって思って。わー、あれって誰もついてこないんだ。で、これ最近ちょっと思ったけど、自分は比較的畳む側に回ることもあるなっていうタイプかなと思う。役割がね、いろいろあるかなっていうのは、まあ感じたよね。そう。これ、まあもう本当それこそ40歳に僕らなるんだけど、40歳だからこれをしなきゃいけないなっていう感覚で、ちょっと勘違いしてた感があって、で、これを読んで、まああるいはこれじゃない若い人の活躍の本とかを読んだりすると、もうひっくり返すとね、逆に、医療界、少なくとも医療界以外の人は、20代なんですよ。そう、そうだよね。そう。だから、そうなんですよ。若手医師みたいな感じじゃないですか。そうなんですよ。全然若手じゃない、おっさんだよね。今年で平成終わりますけど、終わります。結局、この平成の30年の子たちだけなんですよ。確かに。そう、20代。ね、平成生まれが。そう。ね、これからを作っていくっていう感じだと思うんですよね。だから、まあ、年齢関係ないですよ。関係ないと思いますけど、どんどんね、広げる人を応援していかなきゃいけない。あ、そうそう、そうなの。だから、まあ、自分はどっちかというと、まあ、広げたい時もあるけど、まあ、なんか畳むこともやるかなって言って、まあ、それぞれみんなでも、まあ、一緒に旅をしていこうみたいな。そうですね。これね、でもね、なかなかいろんな組織に属しちゃうとですね、医療界で広げるって何っていうね。確かに。医療界で広げるって、うわーって、例えば僕ら公園とか行くにしてもね、いや、それ時間大丈夫ですかとかね。そう、これは、働き方的にどうなんですかとかですね、病院を置いていくんですかとかですね、もう否定しようもんならいくらでももう上げ足を取れるっていうね、もうすごい狭い世界にいるので、医療界をぶっ壊すっていう意味ではね、かなりハードルは高いかなとは。そうですね。だからそこはイノベーションの最前線。そうだね。そうだね。そこなんだ。あ、そうそう。言えることは逆に、それを度外視して、やってる人もいる。そう。そうだね。やってる人もいる。で、自分らよりも若い人もいる。いる。けど、おっさん世代にもいる。うん、短い。おっさんっていうか、おじいちゃん世代にもいる。おじいちゃん世代もいるね。ね、まあ少なくとも僕らの親世代の先生にも、まあいるから、逆に、まあ医療界は、年齢も関係なく、いつでも行けるぜっていうところはあるよね。学生だっているからね。やっぱり、広げ方が上手な人を、やっぱり結構見ることがあるじゃないですか。で、やっぱそれはすごいかっこいいなっていうのは思いますよね。そうだね。そう。素晴らしいですね。いやいやいや。どうですか？はい、じゃあこれいきましょうか。はい、僕ね、これですね。民衆は正しい情報よりも楽しい情報を求めている。ああ、うん。これですね。はい、で、正論で
ては変わらないっていうのがよく分かったんですよね。これはね、これね、これは面白いよ。これは面白い。正論が面白くないですよ。だから行動経済学、はいはい、まさにここは、はいはい、ね、そうですね。そういう言葉にしちゃうとあれですけど。そうですね。そうね。楽しくないですね。そうなんですよ。あのね、当たり前のことを当たり前に喋っても、うんうんうん、何にも残んないんですよ、意外と。残んないね。で、これね、かなり教育にも、通じるところがあるんですよね。うん、これだけ、情報が多様化して広がってる世界に、もう、自分が取りたい情報をどう取るかの方が今難しくて。確かに、ね。もう散らばってあると。うん、でも、少なくともこれ僕らの中の医学情報っていうのは、うん、ほとんどが、うん、もう正しい情報が、そう、もう乱立、同じことを何度も何度も、うん、特に書籍では、うん、もう、書籍では、ね、同じ題名の本が何冊出るんだろうかみたいな、確かに、誰がこれ読むんだろうかって逆に突っ込み入れたくなるような、うん、乱立ですよね。その中に、やっぱね、楽しいってやっぱり僕はあっていいと思ってて、うん、これが楽しいって言うで言うとね、主張になるのかなと思ってるんですよ。何だ、主張。主張ね、うん。楽しい主張。私はこう思うっていうのがね、やっぱそれが、その人がワクワクしてるからそれを言うわけで、正しい情報と思ったら嘘っていうこともあるわけですよ。うん、ありますね。それはある。あるでしょうか。正しいと思われてたことがひっくり返されるこの世界の中で生きてるのに、うんうん、これはこうだからこう、例えば、なんだろう、これ、この治療薬はこういう研究の中で生まれた薬なんだっていうのがですね、うん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 、だからこういう薬が大選択なんだよってこう僕らが正しい情報と思って使ってるのが、うん、全然もう数年後にそれによって人がどうとかなって、なんかこう全部それあれは嘘だったみたいな、ね、まあ、ひっくり返ることはね、ことあるので、ね、なかなかね情報っていうのは難しいんですけど、まあやっぱりね楽しくやるっていうのが何より伝えなきゃいけないメッセージで、このバランス、そうね、だまあ正しい情報が楽しく伝わるのがね、うん、確かに一番いいですからね。この特にイノベーションっていう意味合いでは、はいはい、うん、それしかないと思うんですよ。あと、ナッチでしょ。ナッチ。ナッチ。ナッチ知らない。ナッチ。あ、ナッチ知らない。何、何、何、何。お、来たな。ナッチ、ナッチ。いや、ナッチです。ナッチ、ナッチ。ナッチ知らない。モーニング娘。それはもうだいぶ出せないんだけど。あ、そうか。それでナッチね。ナッチはちっちゃいね。センターの人です。まあ、ナッチっていうのは、なんか、阿部夏実じゃない。違う違う違う。それが若い。肘でこう、そっとつつくみたいな。そういうことを、なんか、ナッチっていうふうに言うんですね。で、なんかっていうと、例えば、楽しいです、これ、ナッチは。まあ、行動経済学の話なんですけど、そうそう、アムステルダムの空港に、はいはい、なんかトイレがあったと、うんうん、でトイレがあったんだけど、でもみんな汚すんですって、うん、みんなとこう男子トイレで、うんうん、どうしてもこう便器の外におしっこがビシャンって、うんうんうん、でなんとかやっぱりこう綺麗に使ってほしい、うんうん、その時に、まあ、トイレ一歩前にとかね、いろいろありますけど、とかね、そうだけど、うん、なかなか効果がないと、綺麗に使いましょうと書いても、うんうん、で何やったかっていうと、便器の底のところにちっちゃいハエの絵を、はいはい、ハエね、ハエの絵を一個でちょんって描いたの。はいはい。で、みんなそれに、でも男性諸君分かるかもしれない。はいはい。今日も狙いました。そうですよ。狙うでしょ。今日も。みんなね、そこは狙うので、一歩前に出て狙うんですよ。はいはいはい。で、その取り組みで、もうトイレ掃除する頻度がすごい減った。確かに。何かっていうと、要は、これが正しいって正論でぶつけるんじゃなくて、自然とそういう行動をしてしまう。で、その背景には正しい情報があってもいいけど、その取り組み自体は楽しいっていうような、そういったことをこうやっていくのが、これからの医療には大事だよね。で、それをね、医療政策に使っていこうみたいな流れがあって、そういったちょっとした行動を変える取り組みをナッジっていうらしいです。確かにね。そういうのを、ね、医療ってやっぱちょっとつまんないじゃないですか。つまんないね。ね、なんかこう、真面目にガミガミ言われちゃうし。そうですね。血糖がちょっとでも高ければね、なんか怒られちゃったりするので。うん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 、そうじゃなくて、なんかこう、その取り組みとして、あ、これなら楽しそうだな、ってやってみようかな、っていうところに、やっぱりシフトしていく。そうね。なんかね、おしっこしててもね、そう。色変わんないかなとか。そうそうそう、そうでしょ。なんかね、これなんか、あれだったら流れていかないかなとかね。ね、逆にそこにね、よく議論される内容かもしれませんけど、なんかいつも清潔に使っていただいてありがとうございますっていうのに突っ込む人もいるでしょ。そこをね、そこにイラつく人もいるでしょ。いろんな人、なんか無駄多いなとか思うよね、そういうこと考えると。そうなんだ。楽しければいいじゃん。楽しければ、楽しいのに、いつの間にかそういう行動が取れている、巻き込まれている。ね、いいね。それはいいんですよね。そういう取り組みをもっと医療に入れていきたいっていうのが、やっぱ流れとしては、
どう思われたいですかね。まあそうだ、まさに正しい情報よりも楽しい情報で、だからやっぱり政策とか、そのやっぱりでも医療としてこうなってほしいなって時に、その情報の出し方を楽しい情報として出す必要があるよね。これなんかあれですね、僕が普段やってるあのフィジカルクラブの神髄に当たる。そう、まさにですよ。だね、あのゲームフィケーションとか、ね、あ、確かにね、言いますよね。そうですね、ああいうのと一緒で、気がついたら身についちゃってた、ね、楽しんでたらあれなんか身についてるっていう ね、そこです。あのギリギリタブーを通り越していかなきゃいけないところがあるけど、うん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 、なんか振り返って一時期をクリアして振り返ってみると、うん、あれすごい正しいやり方だったよねっていうのが多分あるよね。そう。だけどそれを正しくやりなさいって言われたら嫌だっていう人はたくさんいる。ただ一般の方はね、うん、あの今さっき言いましたけど、いろんな医学書が出ちゃってると。はい、出ちゃってるとね、なんかね、気がつくとね、なんかね、幼稚園生に教えてるような漫画で教えてるような内容が、わーって今、医学書でも増えてきてる。うん、と、医学ってこんな遊びみたいに教えていいのかみたいに言う人も出るかもしれないでしょ。不真面目だって。そう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 。だけどね、そうじゃないんですよ。本当に、じゃあ、知らない情報があっていいのかっていうことの方が実は罪が多くて、うん、いかに楽しく人が死ぬこと、人が生きることを楽しく学ぶかっていうのは、僕はね、大事な考え方じゃないかなと。だからね、闘魂外来とかもそうですよ。そうですね。だってもう、外来でゴング鳴らすとかそうね。実際患者さんの前、前じゃないんだけど、患者さんを見ながら、その患者さんからいかに楽しく学ぶかっていうところ、でも患者さん困ってますけど、そういう中で、切磋琢磨していけるっていうのがね。ね、だからやっぱりそこは楽しさ、ね。やっぱり楽しさがあっていいのかっていろいろ議論はあるけれども、うん、やっぱりそこで、普通の人はやっぱそこを求めているとか、うん、ですね。いやいや、いいですね。じゃあもう一個ずついきましょうか。もう一個ずつね。じゃあいきましょう。いきますか。はい、いきましょう。じゃあ私から。うんうん、はいはい。あんまりね、しまってましたね。これはね、もうでも彼女の真骨頂だと思いますけど、はい、これですよね。あー、はい、もう人は変わることをやめたときに腐る。ね。もう腐った。腐ってますね。そうそう、だからもう規定路線で行ってどうするよっていうね。腐ってますね。もう本当にね、これはでも、ちょっとどこまで本音で行けるか勝負で行きましょうか、これね。これね。これね、ほんと真髄だと思いますよ。本当にそうですよね。やっぱりでもね、なんというか、こう安定したいんだよね。うんうんうん。やっぱり。で、ね、安定していく中に、でもそれがよどんでいく。うんうん。で、そこがいつの間にか、やっぱり腐っているんだな、っていうことがたくさんあって、でも、医学って本来そうじゃないんですよ。もちろん、大事な基礎はあるけれども、毎日毎日新しい学情報が出てきて、どん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 こう、新しい知識が出て、で、もう常識が変わっていくじゃないですか。で、常識が変わっていくところを学び続けなくてはいけないんだけど、一方で、やっぱりこう、どっかで安定したいから、もうなんか規定路線でこれでいいや、みたいなところが、常に出てる。それはね、やっぱり体制的なものも非常に多いね。うん、これはだから、まあ、真だなと思う。体制が特にね、なんですよ。なんか、ちょっとね、僕個人的なこれの話でいくとね、いいですよ。あのね、これ、本当に僕、なぜ実はね、奄美大島っていう島にいるかっていうところがね、はいはい、結構これなんですよ、ね。あ、なるほど。僕、あの、医者になってね、10年間は、毎年、もう、あの、昭和アニメ風に、じゃじゃーんみたいな、あの、タイトルが最初出るじゃないですか。第1話、何々みたいな。ルパンとかでしょ？そうそう、じゃじゃーんみたいな。そうそうそう。あんな感じでですね、タイトルがね、欲しかったんですよ。今年の1年のタイトル。そうそう。例えば、研修1年目、がむしゃらに、救急患者と戦った1年。なるほど、なるほど。終わった時ね。第2年目、2年目になるとですね、初めて下を持つ経験。そして、自分と下と、下から教えられるとは。サブタイトルもね。そうそう、そんな感じでね。なるほど。あのね、変わり続けることをね、10年間、タイトルが変わらない1年になるなら、場所を変えようと思ってたんですよ。あ、なるほどね。そうなんです。景色が変われば、ね。そうそうそう。もうここで、来年もこの場所にいたら、同じ台になっちゃうと思ったら、もうここにいてはいけないと思ってですね、場所を実は4年目で別の施設に行って、そこで4年間もまた違うタイトルが実際できたんですよ。なるほど。で、もう9年目で、もうここにいても一緒だと思って、一緒じゃないんだけど、もう違うタイトルにならないと思って、で、奄美大島に。
行って10年間を過ごした。なるほど。これでぜひね、皆さんもお勧めしますよ。まあ確かにね。そう、一つ10年って一つ節目にしやすい。まあ5年でもいいかもしれないですけど、タイトルを毎年変えていく。で、その場所が違うと思ったらね、やっぱね、僕はね、思い切ってね、若いうちにこそ変わるべきと思います。まあ、卒業してね、ずーっと特に医者だったら同じ医局だったり、同じ病院だったり、ずっといるっていうのも確かにいいんですけど、うん、僕ね、その5年目の時ね、こう、行こうとして、一番親しかった先輩の先生に相談するじゃないですか、親しい、上司ですね。したらね、やめろって言われたんですよね。あ、行くのやめろ。うん、まあ、ここでも十分、スキルアップできるよ、みたいなね。でもね、その時は何にも分かんなかった。ただ、もう、タイトルが変わるって、ただそれだけで、もう何も考えずに、変えたら、変えてみた。施設を変えてみたらですね、思ってもみない自分の考え方の、変化、うん、まあ、単にこの医学的な情報スキルがこう上がっていくとは別に人と話すとか、うん、こういう人との出会いとか、うん、っていうところで、まあ、最終的にこの本に行き着くまでも結局変わり続けたからこそこういう本に自分も刺激を受けやすい人間になってたっていうことになるので、うん、やっぱりこれは本当にそうだと思います。そうね。でこれ今の自分にも言いたい。そう、そう、自分にも言いたい。で、これね、教育界は、うんうん、変えたいけど変えられない人もいるよね。あ、環境的にとかね、うん、だからやっぱりね、場所を変えるのは確かにその通りで、うんうん、あともう一つやっぱおすすめとして、うん、おすすめとしては変えられる環境にいるということが大事。あ、例えばそれを浜美もそうかもしれないけど、はい、うちもそうですけど、うん、私ここ来て今8年ですけどね、うん、まあ比較的変えやすい環境です、ね、はい、まあ元々その場も、そうそう、もともといわゆるその場の中でもいろんなことを新しくこうチャレンジする時も、はいはいはい、まあ比較的変えることが組織としてもやりやすい、はいはい。でその環境は結構大事。あ、それお互いそうだね。そう、そうなんですよ。僕なんか毎週こう。だってもう、私から来てよって言って、で、なんかもう、2ヶ月も2回来るみたいな、そういうのって、普通はなかなかできないからね。その、まあ、環境は結構大事なのかなと思っていて、やっぱり変えたくても変えられない時に、だんだんこう腐ってくるじゃないですか。うんうん、気持ちが腐ってくるっていうか、あ、もういいかなってなりがちじゃないですか。うん。ぜひね、変わりたいと思った、もう思わないですよ、ほとんどの人が。なんか、思わないので、こっち行っちゃうんですけど、またね、同じことやる感じそうじゃないですか。ぜひね、同じ共有してほしいですね。いや、いいと思います、僕はね。そうですね。まあ、そうです。じゃあ、じゃあ、言いましょうか。これも最後になるのかな、ね。僕ね、これですね。僕、もう、昔の人生とこの言葉、結構変わったかなとか思うんですけどね。努力は夢中には勝てない。これね。これきつくないですか。これなぁ、僕ね、うん、これ医者になるのに2年間浪人しましたよ。あ、なるほど。で、浪人してるとある予備校のなんかキャッチコピーが目に入るじゃないですか。そこではなかったんですけど、なるほど。あのね、努力は実るっていう言葉にどんだけ傷つけられたか。どんだけ2年間ってことはね、僕は多分ね、世の中でこれ二浪した以上の人はみんな気づくと思うんですけどね、成人式出れないですね。あ、二浪すると。二浪だとね。そうなんですよ。まあ、結構ね、心、なんかね、卒業して、なんか。そう、ちょうどまさに受験の時期だ、ね。そう。そもそもいけないよね、自分、立場がないし。ね。ね。努力してたんですよね。でもね、やっぱそうなんですよ。気がついたら、最初は努力と思って苦痛な勉強だったのが、うんうんうん、僕が、まあ、大学を合格した時にはね、もう楽しくてしょうがなかった、その勉強が。ああ、なるほどね。そうなんですよ。特にハマったのが世界史。世界史ハマりましたね。なるほど。予備校って、まあ、タブーですけど、なんか、潜って入ることがね、なんか当時はね、できたわけで、授業。授業にね。本当は出ちゃいけないんだけど、まあ、好きな授業をちょっと潜り込んでですね、はい、まあ、センター試験っていう試験だけ受ければよかったんですけど、うん、もう、あまりにはその世界史の先生の講義がですね、もう面白くてですね、あ、もうハマっちゃって、まさに夢中だったんで、ね、もう夢中になってですね、私立文系コースみたいなですね、私立文系コースの論述をね、学ぶっていうね、もう書けないやんって、なんか裏話を書きたいみたいな、なんかもうマークシートなのにそこに文章書きたくなるぐらいね、ね、楽しんでましたね。そしたらね、やっぱりね、もう自然ですよ、もう普通に世界史のセンター試験なんて、もう超楽勝になって100点になりますよね。そんな感じなんですよ。もうそれって、もう努力してないんですよ。もう楽しいんですよ、ね。楽しいからね。そこまでいけるかって、やっぱりそうなんですよ。なんで勉強しなきゃいけないのかって、世界史の内容が医者になって役に立つかって、すぐは役に立たないんだけど、うんうん、その夢中になるっていう、
あのエンジンはあそこで学んだし、そうだ、夢中にさせるっていうことがどういうことかっていうのも、うん、実はあの予備校で結構学んだんですよね。さっきのテーマで、ね、楽しいっていうのはさ、うんうんうん、やっぱり夢中で楽しいことはその正しさとか努力とかよりも勝っちゃう、うんうんうん、なんかやっちゃってたみたいなね、気がついたら、そうね、変化とかも多分そうなんじゃないかなと思うんですよね。いやー、そうですね、本当ですよ、これはね、たまんないっすね。いや、いいですもうね、こうね、多分ね、いつかみのんさんと会うのかな、ちょっと僕分かんないですけど、僕らはある意味医療界でこんな感じでもうめちゃくちゃにいいんじゃないですけれども、まあ楽しくですね、そうですね、この医療界を変えていきたいと思いながらちょっとやってるんですね。実はこの、うん、動画配信もですね、そういう気持ちでですね、なんか楽しく広げられないかなみたいな感じでちょっと始めていきたいなと思ってるんでですね、ぜひ今後もね、引き続きちょっと楽しくやっていきたいな、第3弾、4弾とやっていきたいですね。あとゲストとかね、いいですね。そうですね、ある突撃して、突撃、あ、そうそう、誰かの言うてね、病院でやっちゃうんだよ、ね、いいかもしれないですね。ぜひ、はい、じゃあ第2回、死ぬこと以外忘れ傷、箕輪厚介さんの本でした。はい、ありがとうございました。